とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーでね、いいやつが出ちゃったかもしれません。もしかするとね、まあ、わかんないけども、なんだと思う？スポンジストライカー？いや、スポンジじゃないんだ。真ん中の声、ソウルダンサーのローブですね。今までほぼほぼこれ装備したことはないんだけども、エンチャントがね、いい感じっぽいんだよね。もともとアーティファクトのダメージが 50% 上がるので、カバンとの相性はいい。そこに雷フォーカスがついてるので、ダメージは出せるんだよね。で、クールダウンがついて、で、真ん中にシナジーがついてるじゃん。なので回復もしつつ、カバンも使っていけるっていうことでいいのかな。で、もともと 30% の回避率もついてるんで、まあ生存率も他の防具よりも上なのかな。どうでしょう、強いか分かんないけども、まあ出ちゃったんで、これ、装備して使ってみましょう。もしかしたらすげえ強いかもしんない。それでは使っていってみましょうか。ソウルダンサーのローブ、雷フォーカスに、ヘルスシナジーでしょ。で、クールダウン、まあ、これがついてるんで、流れ込む魂は必要はないか。あ、でもまあ、一応つけてると、さらに回復するんで、安定感は増すのかな。うん。まあ、とりあえずやってみましょう。今回弓は、冬の指先、これで、いきます。バブルバースターじゃないのかって思うけども、炎の矢のみなので、ここは。これで大丈夫でしょう。どんな感じだ？あ、回復量はね、すごいね。結構ダメージを受けた感じでも、あ、やばい、死ぬ死ぬ。うん。シナジーでものすげえ回復する。一回のシナジーで10万回復するね。これにさらに、流れ込む魂が入っちゃうと、回復量はえぐいね。回復量えぐいです。ちょっと待って、もうちょっと食らってみよう。うん。で、しかも、263だから、ダメージじゃないや。元々の HP が高い。あ、やべえ。やべえ。強い。まあまあ、やけどついてるっていうのもあんのかな。とにかく、意外と、思った以上に強い。これもしかすると、もうちょっと連射の効くやつの方が、向いてるのかもしんないね。うん。アーティファクトをもうちょっとガシガシ使っていけた方がいいんでしょう。というか、HP 減らんな。全然 HP 減らんな。やっぱシナジーと流れ込む魂のこの複合のやつで、HP がね、減らない。はいはいはい。あ、これは、そうね。あれだわ。連射が効く、まあ、機械仕掛けとか、パープルストーム、あと、愛のスペル棒とか、その辺の方が、いいかな。弓で、ダメージを与えていくっていうよりも、弓で、HP を回復して、いくっていう感じが、これは合ってるな。こう、いや、違う。無限がついてるやつだったら、あ、いやいや、これでいいや。愛のスペル棒でいきましょう。多分これぐらいの連射が効くやつだと、このアーティファクトのね、回転数も上がるので、多分ものすげえ回復していくと思うんだけどね。これね、マジで耐久力が半端じゃない。今ね、ちょっと取ってなかったんだけども、レッドストーンゴーレムと殴り合って HP 減らない。怒って食らうんだけども、それ以上に、ギュンギュン回復していくんで、これやばいぞ。HP が減らん。ほぼほぼなんか無敵みたいな感じになっちゃってるな。やっぱね、このヘルスシナジーと、
流れ込む魂がね、ものすげえマッチしてるんだな。おぉ、ものすげえマッチしてるし、やっぱこの防具とのね、相性が、良すぎる。おぉ。この回収する魂 50% なってるから、多分それでね、流れ込む魂の回復量が増えてるんだと思うんだよね。さらにそれに、この HP を、パーセンテージで回復しても、HP が高いから、すっごい回復する。俺、ちょっと俺舐めてたけど、そうでもないでしょと思ってたけども、いや、とんでもない装備だったわ。やっぱりね、263の HP ってえぐい。えぐい。オイラの、クリーパーの爆発もらったぐらいじゃ、全然ビクともしないもんね。こりゃ強えわ。はい、最奥まで来ましたね。これを倒してクリアしましたよ。いやー、強い。驚くほどの耐久力。多分、今まで俺が装備した装備の中で、一番耐久力あるかもしれない。もう常にね、ポーションバリアをつけてるんじゃないかっていうぐらいの耐久力。いや、全然食らっていいよ。全然食らっても、即回復するからね。見て見て、全然知らない。魂をゲットして、シナジーで上げていけば、全然耐える。やばい装備だね、これ。結構いいやつ出ました。今日はこれ、タワーでソウルダンサーのローブ、出てます。エンチャントが雷フォーカス、ヘルスエナジー、クールダウンです。できればね、黄金スキルで、ポーションバリアがあれば、最強だったかもしんないな、これ。やっぱりね、どうだろうね、爆発がね、3発ぐらい来ると若干やばくなるもんね。その時に、ポーションバリアが来てれば、最強だけど、でもこれすごいよ。この装備は、かなり、強かったです。ちょっとお気に入りに入るかもしれません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。